それではただいまよりスーパーライジン2の追加カード発表記者会見を始めさせていただきます。司会を務めますライジン実況アナウンサーの鈴木義彦です。今日はですね、記者の皆さんにも配信ですがお越しいただいております。まずはじめに榊原信之 CEO よりご挨拶です。よろしくお願いします。はい、こんにちは。追加カードということで、今日もう早速今日発表する選手2人、僕の両サイドに並んでくれてるというか座ってくれてるんで、カードの発表をまず頭冒頭でさせていただきます。いきます。追加カード、伊藤佑樹 VS 広谷、契約体重58キロでの、試合となります。先般、広谷選手、朝倉未来選手に連れられてというか、朝倉未来選手に思いを伝えて未来選手と共に突撃されてですね、まあ、強い意志というか、まあ、西谷選手が負けたのがよっぽど悔しかったのもあると思いますが、ぜひまあライジンにチャレンジしたいということを、その思いを伝えに来てくれました。まあ、ミクルチャレンジ1期生ということで、僕も前から彼の試合はディープでも見せてもらったりしてるんですけど、まあ、正直ミクルの背中を押す力、そしてまあこの7月30日というスーパーライジン、まあ、いろんな話題を振りまいていくために若干ちょっと早いかなっていう、大丈夫かなっていう思いがありつつ、今回のチャレンジを受け入れるっていうことを決めたんですけど、まあ、本人にもその場でも伝えましたけど、ライジンに出てくる以上甘い選手いないよと、ごっついに行くよということで、まあ、ちょっとごっつすぎるかな、どうかな、伊藤佑樹、まあ広谷はもう分かりましたということで受けたんで、まあ伊藤佑樹選手も、まあアンセンにこの前フルラウンドでスプリットで判定負けはしてますけど、まあまあライジンの中でも日本の格闘技の中でディープ含めて実績の積んでる選手なんで、ちょっとじゃない、だいぶ格上かもしれんかだけど、まあ西谷選手の仇が取れるのか、返り討ちに合うのか、まあライジンという舞台のやっぱり洗礼を受けるのか、まあ、楽しみなカードだと思いますんで、ご期待いただけたらと思います。以上です。はい、ありがとうございました。それではファイターの皆さんから一言ずつご挨拶をお願いします。まずは広谷選手、お願いします。プライフォーズ赤坂、朝倉未来1年チャレンジ1期生の広谷です。今回、まあ、先ほど社長、ライジン関係者の皆様のおかげでここに立ってます。そのチャンスをいただいたので必ずものにします。それをできる男だと自分は思ってるんで、皆さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では続いて対戦相手、伊藤佑樹選手、お願いします。ネックスの伊藤佑樹です。前回のライジンで、まあ、負けちゃって、まあ、今回この急なオファーだったんですけど、こんなディープでも勝ててない中堅選手が、僕とやるっていうことなんで、しっかりライジンの舞台で、ボコボコにしてやりたいと思います。ありがとうございます。では続きまして、本日は配信の会見になりますが、マスコミの皆さんがお越しくださっています。それでは次を投入しています。そんなある方、挙手をお願いいたします。リーガイドの松井と申します。両選手に、お互いの印象を、聞かせてください。では平井選手。そうですね、まあ、ディープでも、まあ、活躍しててライジンでも3勝1敗で、まあ、強い選手だなとは思うんですけど、まあ、打撃がメインで、まあ、この前の試合を、まあ、なんか見た感想で言うと、あ、そんなに寝技とかも全然あんまりできないんだなっていう、でも自分でも全然ここは勝てるんじゃないかなと正直思います。そういう選手だと思ってます。伊藤選手、いかがでしょう。まあ、ディープでもブレイキングダウンでも中堅以下の雑魚だと思います。なめろ、うるせえ、なまねな、あ、お前またお前 そんなこと言うとったら、お前またお前前回の試合見て、ま、頑張れよ1分。え、頑張れよ1分。何だ、な、何や、かぶってこいよ。あ、なんだ、ここでやるんか。今、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 今
まだ来てないけど。今はちょっと、ね、人です。教えてください。今来てないけど。今のマスコミの皆さんからの質問がございますので、まだ戦いの場はここではありませんので、それでは、続きまして質問はございますか。あ、引き続きどうぞ。伊藤選手に伺いたいんですけども、前回の三木谷選手の試合をご覧になったと思うんですが、感想をお願いします。感想、あの試合にですか、はい、もうまだ練習が足りないんじゃないですかね。そんぐらいしか思ってないです。あの試合、結構その紙一重っていう声もあったと思うんですけど、挑戦者そう思わない、まあ、実力差があったんじゃないですかね。広瀬選手は紙一重っていうのは、まあそういう見てた人の感想だと思うんですけど、やっぱりそこで、まあ、あそこで実力出せなかったのも、まあ、西谷君の弱さでもあるのかなとも思いますけど、まあ、それをなんていうんですかね、まあ、バカにしたりような、そういう軽いような言葉で終わらすのはちょっと違うんじゃないかなとは思ってます。ご自身はどんな試合が今回なりそうだと思ってますか。そうですね、まあ、3ラウンドこの前みたいな試合になるんじゃないですかね、彼の。伊藤選手はどう思いますか。まあ、15分間しっかり僕が逆につけ切ってやろうかなと思ってます。KO 一本狙いにいかない。KO 狙いつつ、まあ、すぐ終わらすのもあれなんで、まあ、15分間痛めつけてやろうかな。一本は取れないと思いますよ、彼は。そうかな。今回、榊原社長が直訴で、スーパーライジン2という舞台への、出場が決定したということなんですけど、まず率直にこうライジン出場が決まったその心境というところを教えていただけますか。そうですね、普通にライジンが決まったわけではないんで、ミグルさんのおかげで決まっているっていうのもあるし、まあ、ここは求められているものや試されているものがすごくあるなとは思ってるんですけど、まあ、自分ここで、まあ、もう負けれないです。正直もう勝ちたいとかよりもう負けれない試合になってくると思います。ここもう僕最後だと思って、このチャンス、まあ、逃したらもうないと思ってます。先ほども話がありましたけども、まあ、同じ練習生、西谷選手が、先日のライジン43に出場して、まあ、そこで KO 負け、してしまったんですけども、あの結果を受けてですね、やっぱこう格闘技ファンからは、やはりちょっとその、早いんじゃないかというような声もあって、割とその批判的な逆風の中での、参戦決定かと思うんですが、そういった面に関しては。そうですね、ここで自分が、まあ、その実力を、まあ、出せれば西谷君の評価も上がるんじゃないかなと思ってます。もう西谷君が強いっていうのは自分しか正直分かんないというか、まあ、見てる人からしたら、あ、弱いじゃん、1分じゃんって思われてると思うんで、まあ、ここが自分の正念場だなと思ってこの試合に挑みます。その西谷選手、先日の、出た時こう紹介のされ方として、こうブレイキングダウンの試合の VTR が使われていたり、そういった部分をフィーチャーされていたかと思うんですけども、広瀬選手、そのような形になる可能性もあるんですけども、そこの点に関してはいかがですか。そうですね、でもブレイキングダウンのおかげで自分は有名になったと思ってますし、本当に恩もあります。でもディープで培ってきたこの強さを証明するのが、7月30日だと思ってます。伊藤選手にも質問なんですけども、お二人もディープでも、試合をされているということで、ただこの実績的にこうディープではお二人の試合が組まれないようなキャリアなのかなと、ファンとしては、見てる人もいると思うんですけども、その中でこうスーパーライジン2という大きい舞台でこう組まれるということについてはいかがお考えですか。そうですね、ディープだと、まあ、こんだけ実績の差があると思うんで、積み上げてきたって言ってるんですけど、まあ、こんだけ僕もトップとディープのトップとやってきて、まあ、それと
まあ、比べたら全然違うのがあるんじゃないかなと思ってます。で、まあ、朝倉未来の名前があるから、まあ、ここで組まれてるんじゃないかと思います。西谷選手と対戦した怪物くんは、まあ、対戦相手になったことで、まあ、舐められたというようなことを聞こえてる不快感をあらわにしてたんですけど、伊藤選手はそういう気持ちはありますでしょうか。まあ、さっきのこともあって、まあ、舐められてるですよね。普通に考えて腹立ってます。試合でしっかりと見せる。まあそうですね、試合でしっかりボコボコにしてあるからな、うん、覚えておけ、うん、そのこと忘れんなよ。坂倉さんにもお伺いしたいんですけど、はい、まあ、西谷選手が、まあ、あのような形の展開になったことで、やはりちょっとこう坂倉未来選手のこう名前を書いて出るということに対してこう批判的な、声もライジンファンからはあったかと思うんですけども、うん、それでもこう今回ヒルヤ選手の参戦を決めたっていうのは、その決め手の部分というのはもう少しどうかなと思います。まあまあ、でも僕はあの出るためにあらゆる手段というか手を使うのはいいと思うんだよね、うん、それはミクロの力も、それは別にミクロに言われて出てきてるわけじゃなくて、本人が出たい中で言えば、使えるものは親でも何でも使ってでもチャンスを自分の手で掴み取っていく、そういう選手であってほしいし、まあ、これは男だったらそういうチャレンジする、うん、そういうのが必要だと思うんで、僕その心意気は買ってます。ただ出てきた以上は本当に実力不足っていうのがなんで、結局ディープの中でのキャリアとかここまでの格闘家としてのキャリアでいうと、ライジンに出てくるとやっぱり伊藤選手とかっていう選手に今回対戦をオファーするってことになるわけで、ただ本当にこの男が持ってて志があって、西谷選手の思いもね全部背負ってリングに入って7月30日なんかとんでもないことするかもしれないし、まあそれはやっぱり彼の覚悟を僕は今回買ってるんで、うん、ライジンに出てくるっていうその強い意志をみんな感じて周りが動いて今があるんで、うん、僕はそういうことで言うと、この試合ミクルに押されたからっていうだけじゃないですよ。まあそのミクル選手に行動を起こさせるところまでこの西谷君の結果を受けて本人は期すものがあったんだと思うんで、うん、まあそれに一回かけてみたいな、まあそれを受けてくれた伊藤選手にはね、この場でお礼も言いたいと思いますけど、かといって、まあ、どっちも負けられない試合だと思うんで、まあ、7月30日、楽しみですよね。お互いにアダニア選手と戦ってますが、それぞれの試合をどのように見たか教えてください。伊藤選手。まあ、相変わらず、いつもみたいな負け方してるなと思いましたね。それいつもみたいなというのはどういうことですか。まあ、相手に削られて、結局ポイント取られて、まあ、判定負けっていう、いつもこんな感じで負けてると思うんで、もう印象は変わらないです。ヒルヤ選手はどういうふうに考えてますか。そうですね、まあたまたまバックチョークが入ったのかなと思います。じゃあたまたまバックチョークで勝ちます、うん、まあそれとこれは別だから、うん、アザニア選手に勝ったからって言って俺に勝てるわけじゃないじゃないですか。逆もしかりですけど、それが格闘技なんで。ヒルヤ選手はどんな試合展開、印象変わります。試合展開は、まあ、それは言えないと思いますね、格闘家なんで。どんな試合を見せたいですか。そうですね、まあここは、まあ、朝倉未来チャレンジ弱いじゃんって、まあ、言われてるんで、それを名誉挽回できるようなそういう試合にしたいです。今回ライジン参戦決まって、こう師匠の未来さんからはどんなアドバイスをもらってるんですか。ここで負けたら終わりだよって言われます。格闘家として。そうですね。でも自分の気持ちとしてはもう、まあ、自分もそう思ってます。やっぱ自分がこう出れる立場でもないし、この対戦相手とやっぱ対戦できるほどの実力でもないとは思うんですけど、実績ではないと思うんですけど、まあでもこのチャンスをもらっているっていうことは、まあ、そういうことだと思います。敗戦の陣で今回は、はい、では、佐々木原氏を、はい、補足説明がございますか。補足説明、まずチケットですね。チケットに関してはおかげさまでというか、本当にありがたい話なんですけど、最前列数枚を残して全て完売、それも初日
売り出した初日のお昼過ぎ、午後にはもう完売しているという状態で、まあ、今アウトレット席を残すのみという状況であるということの、まあ、チケットはそういう状況です。ですので、まあ、7月30日ぜひペーパービューでですね、U-NEXT さんでペーパービュー見ていただけたらなと、まあ、多分とんでもないことになると思うので、この試合もそうですけど、それ以外も含めてまだ数試合発表できてないカードがあるんで、お楽しみにしていただけたらと思いますし、まあ、7月30日真夏の格闘技の祭典、多分ライジンのこう歴史の中でも句読点となる大きな大会なんで、ぜひ、ペーパービューで、この後はですね、もうチケットはないんで見ていただけたらと思います。で、配信について U-NEXT と、まあ、ハンドレッドクラブでもやります。で、前売りは今すでにご案内の通り6,600円、当日は7,700円になっちゃうんで、ぜひ前売りで確実にご購入いただいておくことをお勧めします。6600円で税込みで今発売しております。で、 U-NEXT さんでペーパービューのみの購入もできますんで、これU-NEXT さんのホームページ行っていただいて、今回当然僕U-NEXT さんは今驚くほど格闘技コンテンツが豊富なんですよ。 UFC も見えるし、ベラトルも見えるし、グローリーも見えるし、ディープも見えるし、ファンクラスも見えるし、シュートボクシングも見えるし、まあ本当にサブスクで会員登録していただいて、日々起こる格闘技のコンテンツをですね、毎週楽しんで見ていただけたらと思いますけど、まあサブスクに入っていただくっていうことじゃなくても、今回だけのペーパービューの購入ってことも可能にしていただいてますんで、ぜひそれは一度まず U-NEXT さんのホームページを訪れていただくというか、まあ早めに一度見ていただけたらいいかなというふうに思ってます。以上です。はい、せっかくなんでバラネットはね、はいはい、最近バラネットって言ってるんですけど、6,600円 U-NEXT さんと交渉しましたんで、ぜひ前売りでご購入いただけたらと思います。以上です。はい、ありがとうございました。ぜひ皆さんもこの機会に協力していただければと思います。さあ、それではですね、最後に写真撮影にさせていただきます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。宇野選手、ありがとうございました。ライジンに参戦させてほしいという直訴があったとは、石谷選手の試合から何日後ぐらいでしたでしょうか。2日後とかですかね。まあ、ライジンに出してほしいっていうほどではなかったんですけど、なんかその悔しい思い、石谷君が負けたのをそばで見て、まあ、こう実力発揮できなかったところを見て、なんか自分にもチャンスが欲しい的な、そんなような内容だったと思います。はい、今回、平原選手にどういった試合をしてほしいと思ってますか。僕は西谷君にも、まあ、見せる試合をしてほしいって言ったんですけど、はい、今回は何が何でも、つまらない試合しても勝ってほしいです。先ほどどんなにつまらない試合でも勝ってほしいって言ってましたけど、はいはい、当初1期生の中で平原選手は何番目ぐらいに期待してた選手でしたか。一番期待しました。うん、その一番期待してた選手は結果を出してないということに輝いそうです。そうですね。でも西谷君も平谷君も本当に一緒に練習してるから分かるんですけど、はい、ここ最近すごい急成長してて、うん、なんだろう、その練習の実力発揮することができれば、普通に鈴木博明選手にも伊藤選手にも勝てると思ってます。はい、よろしければ以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで結構早急に対戦カードを決めていただいて、まあ、厳しい試合ができたね。はい、この試合、まあ、いろいろ賛否もあると思うし、いろんな意見あると思うんですけど、まあ、結局リングに上がって負けたらただ全部背負うことになるだけだし、まあ、そういう覚悟があるからこの試合俺も押せたんで、もうあとはね、
リング上で勝つしかない、もう道は、はい、もう残り1ヶ月間、俺と海と3人同じジムから出場するんで、まあ、みんなで勝とうよ。はい、お願いします。対戦相手も、まあ、申し分ない相手なんで、まあ、でもかといってね、ここで、まあ、やっぱり、まあ、朝倉未来1年チャレンジ、まあ、弱いじゃんって言われたことは、まあ、まあ、あの相手だからこそ、まあ、物色できるのかなと思うんで、まあ、ここで勝って、しっかりここで勝たないと全て終わりだと思ってます。頑張ります。はい、ということでね、あの7月30日僕らの試合もあるし、ひろやくんの試合もあるんですけど、概要欄の U-NEXT のリンクからぜひペーパービュー購入して、あの試合応援してください。はい、じゃあそんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。